表同士で色を変えるっていうのがちょっと特殊な機会じゃないですか。肩落ちる感じが女性らしくて、そうですね。こんにちは。こんにちは。佐藤繊維チャンネルです。今日はエマンド京子のご紹介をしていきます。今日は私カホとギアスタッフのリカさん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。情報は青木さん。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あと今日はスペシャルゲストで。ニット部の企画デザインを担当してくださってる大沢さんが来てくださいました。よろしくお願いします。お願いします。4人でお送りしていきます。はい、はい、前回のフーガの時も大好評で、はい、今日も来ていただきました。そうですね、心強いです。はい、お願いします。今日もね、中身の熱い、はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では早速、じゃあ、はい、まずは、はい、カーディガンからいきますか。そうですね、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はいはい、ではお伝えします。ピクニック柄カーディガンです。サイズはフリーサイズ、お色がオレンジ、はい、ブルー、ダークブルーの3色です。お値段が 39,600円です。ピクニック、かわいい、はい、まさに本当だね、タイミングがまた、うん、お花と、うん、小鳥とね、小鳥さんが泊まってます、ね、なんかレジャーシートにみたいな。レジャーシートあれ、そうそう、あのレジャーシートのピクニックのバスケットみたいな。あ、そうそう、あ、なんかイメージ、そういう感じです。カホちゃんワールドで、ね、レジャーシート、ね、おしゃれなレジャーシートだし、だし、はい、これどうやってお姫柄というかピクニック柄っていう風な、これはなんかその最初にこのなんだろう、元々のベースのチェック柄をなんか手書きで書いたチェック柄みたいのをニットで表現できたら可愛いねみたいな感じのアイデアが出て、でなんかそのチェック柄があのまあリンクス柄っていうニットの表目と裏目で表現してるんですけど、なんか通常だと表目の中に裏目を入れて裏目のとこだけ色が変わるようになってるんですけど、それちょっと特殊な機械を使ってて、表目同士でも色を変えつつ裏目の、違う色も入ってるみたいな。だからその線の部分、チェックの線の部分が出っ張ってるとこもあるし、フラットなところもある。なんかそこをこう交差させたりすることによって、なんか編み目みたいなのを交差してる、表現してる。うん、じっくりちゃんとね、表を見ると分かるんですけど、表表表で、こっちは裏で、うんうんうん、そうなんです。その表同士で色を変えるっていうのがちょっと特殊な機械じゃないとできなくて、うん、今回はその全部がデコボコだとちょっとうるさいかなっていうので、うん、平らなところとデコボコのところを作ってます。バランスをいろんな形のお花とか、うん、小鳥がいたら春っぽくて可愛いよねみたいな、うん、で、うん、すごい、その特殊な機械が佐藤製にあるっていうことなんですか。あ、そうなんですよね。なんか割と新しい機械で、なんか佐藤製の社員が佐藤製の機械のことを、社長がなんかすごいその機械お気に入りで、なんかそのニット好きからするとすごい特殊な編み方ができるみたいで、私もそんな詳しくないんで詳しい詳しい、特別な機械みたいですよ。すごいですね。でまたこの手書きのラインなんで、こうまっすぐじゃないじゃないですか。そうなんです、まっすぐじゃない。そこをちゃんとこう巧みに、うんうんうん、ね、その表目、うん、これはなかなかすごいですよね、はい、ある意味だって ここは斜めに出るじゃないですか。そういうところもきっちり、うん、確かに、ね、すごいです。糸目減らしても、うん、素晴らしい、うん、ね、はい、バスケットみたいにこう編み、ね、カゴ編んだみたいな感じに、うんうんうん、なってる、なってます、ね、はい、立体感が出てる感じで、ね、本当に絵みたい、うんうん、手書き、まず手書きでね、はい、まっすぐじゃないところにもまたいい雰囲気が。素材もこれはコットン、これは、和紙とコットンをプレーティングにしてます、うんうん、はい、ベースのとこが和紙で、多分この線のとこ、ベースがコットンで線のとこが和紙かな、うん、うーん、なるほど。
袖の長さもちょうどいいです、ね、ちょっと長めにしてます、うんうん、でちょっとこの幅感がまたそうなんですごいたっぷりですよね、うんうん、安心感のある多分いろんなプルオーバーとかワンピースの上に合わせやすいかなと思います、うんうん、確かに従来のサイズ感とはちょっと違って、はいはい、オーバーサイズ、うん、襟ぐりもちょっと V っぽい丸首、いつもよりちょっと深めにしてます、うん、緩やかな、だって前開けて羽織っていただくのもすごい可愛いですね、うんうんうん、でまたこの配色がオレンジ入ってます、でそこ実はそのベースの色で編んでるんですか、その前立て裏、実はここちゃんとペールグリーンの、そうなんですよ、すごい白に見えるじゃないですか、ベージュっぽく見えてました、なんでなんかペールグリーンなんです、えなんでだからなんか全く関係ない色入れてるわけじゃなくて、なんでですか、このオレンジだけスペシャル配色なのかと思ってましたら、うん、全部ねベースの色なの、なんか糸の太さが違うから、そのオレンジの色が重なってきて多分ベージュっぽく見えてるんだけど、単体で見るとペルグリーンなんですよ、ミックスするとそうなんですよ、そうなんですよ、嘘かもしれない、本当ですよね、でしょ、本当に女性としてはそうでしょ、そうですね、よく見るとそうですね、でもペールグリーンですね、だからなんか真っ白とかベージュじゃないからちょっともう春っぽい爽やかさが多分オレンジに、すごいな、感動がいっぱいだね、はい、ちらっと見えた時もなんか可愛いですよね、はい、うん、これ多分私他のところで自分が知ってたように言いますね私もです、同じなんだよって言ってよく見てごらんやっぱり作り手のお話聞くとね、全然もう、はい、じゃあ続いて楽しいですね、はい、楽しいです、バックスに行きましょう、はい、はいはいはい、じゃあ続いてはこちらのワンピースのご紹介していきます、はい、ピクニック柄ボックスワンピースです、サイズはフリーサイズ、お色がオレンジ、ブルー、ダークブルーの3色です、お値段が39,600円です、すいません、はい、もう続けて帽子もご紹介しちゃいますね、はい、はい、配色は同じ3色展開です、お値段が13,200円でございます、はい、はい、はい、こちらはさっきご説明いただいた、うん、同じシリーズ、ね、同じ、はい、シリーズ、はい、はい、結構同じシリーズなんですけどちょっと柄の大きさ変えてるんです、ですよね、こっち大きい、ちょっと大きめの、うん、あ、本当だ、チェックにしてる、針金のが細かい、うんうんうん、なるほど、うん、確かに、ということはこのモチーフも大きくなる、モチーフは同じなんですかね、多分一緒かも、一緒だと思います、うん、あ、はい、一緒です、一緒は一緒、うんうん、多分一緒ちょっと自信ないで、後ろ、後ろはシンプルに帽子がね、そのワンピース結構こうボックスシルエットというか、うん、割とこう広げていただくともう脇線がまっすぐみたいな感じで、うんうんうん、その肩がちょっと落ちる感じになってます、うんうん、この肩落ちる感じが女性らしくて、そうですよね、可愛いですね、でも春だったら中に長袖とか着ていただいてもすごい可愛い、早いうちから、うん、やっぱりなんか柄が大きいとこの手書きのラインがしっかり出てきますね、うんうんうん、で柄の大きさ変えてるからやっぱコーディネートでカーディガンと合わせてもなんかうるさすぎない感じで着ていただけると思う、うんうん、確かにカーディガンの、うん、あの何細さ、細かさで、細かさで、多分ちょっと柄多すぎて、そうですね、ルッサイかな、あえて違くなってますね、透け感はどうですか、はい、ワンピース1枚で着てもそんなに気にならないかなってここから見ると思うんですけど、うん、そうですね、なんかそうですね、柄物だとそうです、ね、うん、カモフラージュにもなって、うんうん、ポケットもついてます、ついてます、ちゃんとついてます、ポケットのはちゃんと空白に、はい、確認、あ、ありがたいです、はい、すぐポケット確認したがるっていうやばいですからね、でもやっぱりニットにポケットあるって結構お客様からギアでも、うん、嬉しいっていう、嬉しいですよ、ね、ここありますね、うん、
やっぱりこの中にボトムはかれボトムってボトムははかれてで中にポケットあるって言ってやっぱりこうめくり上げてポケットなかなかね、やっぱりこう上にあるっていうのはいいねとお話になりますね。ちょっとリカさんちょっと手前に来ていただけますか。はい、手前はこっちですか。はい、あの開けの感じが見たいで、リカさんで、はい、膝の真ん中ぐらい、はいですね、うん、はい、膝膝の真ん中ぐらい、ぐらはぐらい膝下の膝ぐらはい、地獄もなっちゃう語彙が語彙不足で申し訳ございません。うん、身長155センチですとこのぐらいの着丈ですので、うんうん、レギンスの方合わせていただいて、ボトムなしでも警戒しますね。はい、着ていただきます。はい、ありがとうございます。はい、で帽子も、帽子も、はい、ぜひお揃いで、はい、ですね、可愛い、おすすめですね。帽子もその見える範囲が結構。下の方しか割と上の方はもう被っちゃうと見えないので、うん、下の方にこう柄を密集させて見えるのがなかなか編むのがそう大変で頑張りました、うんうん、そうなんですね、まあ、トップには柄はないんですけれどもちゃんとこう立体感のあるやつです、うんうん、全部合わせてやっぱ着たいですね。上から下まで、ね、うん、揃えたくなっちゃいますもんね、うん、はい、はい、で今日はちょっとボトムにかおちゃんはスカートを合わせてくれていて、はい、リカさんはラセルの、はい、レギンスを合わせてくださってますので、はい、そちらもご覧ください。はい、はいはいはい、今日も、たくさんのご説明ありがとうございました。おさわさんは勉強になりました。またぜひよろしくお願いします。ぜひ毎回お願いいたします、はい、毎度ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、今日紹介した商品はエマンド京子取り扱っていただいている小売店さん、または直営店にご相談ください。近くにお店がない方は佐藤繊維のオンラインストアでご覧になってみてください。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。